鳥谷敬のレジェンド物語実況3回目にして、ついに2020年の開幕戦を迎えますので、今回の動画では開幕カードソフトバンク3連戦の模様をお届けしていきます。ただこれどうなんだろう、スタメンで出ることできんのかな。現在頼れるベテランという一軍評価なので、結構渋い感じ。これだと開幕一軍はあってもスタメンはないんじゃないか。ちょっとまずはそこの確認をしていきましょう。今日の対戦相手はソフトバンクだ。開幕戦でソフバンってなかなかきついけどね。でもやるんだ。で、鳥谷は、スターティングラインナップ、名前が並んでなーい。まあ、そらそうか。そうだよね。この男がスタメンで入ってたらもうあかんよ。ロッテもう終戦。2020年何も期待できないってなる。だから、これでいいと思います。これオープン戦は三塁手で出場してたんですけどね。3番レアード三塁手で入ってるんで、正しいジャッジをしてくれたね。不気味にやたらと、鳥谷をね、高く評価してたロッテの首脳陣ですけど、ここではほんと正しいジャッジをしたと思いますよ。鳥谷は途中からの出場になりそうなので、開幕戦のみ打席、あと出塁ランナーで走塁全部プレイ。で、野手の守備も機会があれば全部プレイしていこうと思うわ。まあ、ただどこで出るかとかわかんないんでね。あとソフトバンクの選手がやたらと状態いいね。そこにやられないように気をつけてどうぞ。ロッテはリアルだとソフトバンクに分が良かったですけどね。ただこの1試合開幕戦ながらとんでもない1試合になるかもしれないよ。そのとんでもない部分に鳥谷がまた関与してしまうかもしれないね。だから今日の1試合は正直出たくないです。出てあんまりいいなんか活躍できそうにないから、出ないまんま蚊帳の外でベンチから見守る40付近のおっさん、なんか観客気分で終えたいね。あ、野球って外から見るとこんな感じなんだって、今まで味わえなかった気持ちを味わおう。そういう一日でいいからね。出番つくんじゃねえぞ。聞いとるか井口。分かれよその辺井口ね。使うんじゃねえぞ。鳥谷を開幕戦で途中から使うっていう時点でもう負けゲームやからな。もういきなり3点許しとるし、まあそうなるわな。デスパイネに親方にいきなりホームラン浴びとるわ。開幕戦からソフトバンクにいるデスパイネにホームラン打たれるロッテ側。そういう皮肉な部分を見る開幕戦にしたくはないんですけど、なっちゃってますね。これはどこで来る？やっぱりロッテソフトバンクに対して分があるね。いいよ。これ1点差で鳥谷の機会はどの辺で来るんだろう。いや、こういう場面だから来ないやろね。接戦時やもん。ここで出したらおかしいが、ただ点差いたわ。これだと、いや、来ないね。あれ？本当に一度も出場することなく？うわー、あと1点というところまでは行ったんですけど、負けました。で、鳥谷も使われませんでした。ちょっと寂しい開幕戦になりましたね。チームともに個人でも。まあ、なってしまった以上は今日の1日はまた次の日に備えて練習だ。今、ミート能力を高めてるんで、練習設定もここにしてるんでね。まあ、ミートをもっと上げて、もっとバットに当たる環境を作っていかないと、今まともに当てれない環境なんでね。次開幕カードの2試合目。まあ、同じくなりきりプレイで同じ設定でやっていこうと思うわ。スタメンで出ることはできないのでね。途中から出て守備や走塁や打席、プレイしないとね、開幕カード3試合あって1試合も出番ないっていうのは本当、さすがにその手のひら返しは良くないですよ。言葉だけで、ね、やたらと鳥谷をさ、称えるような感じで言ってたのに、いざ本番始まって使わないみたいなことは、かっこ悪いというか、なんか、ずるいというかね。鳥谷ファンが多分一番荒れると思うわ。あんだけ評価してたくせにって言ってね。荒らさないでこれ以上。前年からまともに結果残せずね、他球団ファンに煽られまくってる鳥谷なんで、ファンとしても気持ちよさないでしょ。鳥谷ファンにも気持ちよくなってもらおうと思ってるシリーズなんでね。まあ今のところその気持ちよさっていうのは一切皆無で、やはり不信感が生まれ始めてきとんのやけど、まあ、このゲームでは試合途中どうだろうね。今勝ってるシチュエーションなんで、そこから守備固め的な感じで使われたりするんちゃうか。7回、お、初めての機会は代打でしたね。7回表、ワンアウトランナーなし。これどこの場面で代打送られたんやろか。打順はどの辺になるんやろか。8番言うてたね。ここで鳥谷敬、黙々とチャンスの種をまく。そんなことできへんけどな、今は。でもこれからやっていく。おっと、ちょっと待って。通算352塁打まで、50塁打まであと2本と、記録にリーチをかけている状況からシーズンの開幕を迎えるということですね。まあ、さっきも確認した通り、打順8番のところに代打を送られて、相手ピッチャー、松本。これがロッ
って移籍初打席対決する投手です。いや、球が速くて、あと若いんでしょ ?23 歳の。うわぁ、もう鳥谷からは感じない未来や将来性や現在の力すべてを感じてしまうね。まあ、でも実際戦ってみると勝つのはロートルのこのチャンス G 持ちのおっさんだったりするかもしれない。野球はわかんないからね。誰が何が勝つかなんて。だから行ってみよう。これが初打席。何か記憶に残る打席にしたいね。第9。おう、容赦なくいきなり H スライダー。そらそうでしょ、オープン戦とは違うんだから。もう本番始まっとんのやからね。だからこっちも容赦なく打っていかないと。投球これから4球目。うん、それもちょっと投げた5球目。おお、まあまあまあ、ストレートが1球もない。これは当てにいって、オーマイガー、内野安打もないよな。うん、これがロッテに移籍しての初打席。鳥谷らしく3ボールというカウントまでは行ったんですけどね。ほんでその後遊撃手としての守備機会。なるほどね、8番遊撃手のとこに代打を送られてその後守備につく流れだ。守ってええんかいお前。勝ちゲームで鳥谷が遊撃手にいるって全然良くない光景だよ。守備機会は一度もなく、いやーこれはないように投手が仕向けてるんでしょうね。とにかくショートに打たせないようにと。だってお前守備能力皆無やぞ。もう遊撃手の適性もサブポジ程度やからね。今三塁手がメインなんで。あ、来た来た来た、初めての守備機会。丁寧にさばいてやると、まあなんてことないゴロをなんてことなくさばいただけなのでね。それを見ておーって言われるようになったらもう選手として死んでるよ。もう当たり前のことやっただけですから。例えばこういう三遊間の打球をさ、こう飛びついて取るとかさ、それでおーすげーまだやれるやん、いけるやんならわかるけどね。あんなのさばいていけるやんなんて言いたかべ。寂しすぎるぞそれは。まあ勝ちゲーム最後まで試合に出られるんでね、このまんま遊撃手で守って。おー、ギータの打球早っ。早いけどうまく取れたわ。ね、今の動きは良かったね。あれはなかなか簡単ではないよ。で、種市完封まであと2人で、親方抑えて、あと1人栗原抑えて勝利なるか。ウイニングボールは誰が掴むのか。円谷で鳥谷のとこ打たしても、今のとこ守備2回機会来てるのがちゃんと抑えてるんでね。投げました、打ちました、いい当たり。終わった、最後は二塁手中村が掴むか。これがロッテの2020年初勝利で、エース種市の完封。鳥谷的にもね、うん、まあ見せ場という見せ場は作れなかったかな。ただあのギータの打球に対してものすごいいい動きができたので、案外悪ないね守備。あれ取れるのであれば結構いい感じで他もなんか来そうやね。だからここもちょっと守備やっていこうと思います。そこの部分でアピールできたらね、いいなと思うしね。まあ一番打席でのアピールが必要になるので。まあ今日はこういうスコアでしたね。同じチームメイトのマーティンと井上にホームランが生まれて、種市が完封というロッテ的にはものすごい気持ちのいい勝ち方じゃないでしょうか。ただ鳥谷的にはやっぱり打てなかったんで、そこはねって感じ。今日はイマイチだったな。次の試合は活躍してくれよ。疲れが溜まって監督の評価は下がりますけど、ただああいう言葉をもらった以上は奮起してね、次は打ちましょう。で、三馬どうしたんや、お前絶不調やんけ。移籍してからの初登板そんな顔色で投げて大丈夫か。不安やけど、なんか助けられるのであれば助けましょう。この動画最後のゲームになりますね。さあ三馬今季の初登板、ロッテに移籍してからの初登板でいきなり炎上はないよな。いいね、打線もすぐ援護を与える。やっぱソフトバンクに対して分がいいよ、見てる感じ。1試合目も紙一重やったしね。投手さえ頑張れば勝ててたと思うし。三馬も頑張るね。お、いいじゃんいいじゃん、強いよ。2点目取って。鳥谷の機会はどこで来る。さっき代打だったんですけど、今回もまた代打になるのか。あーい、そこで打たれんなよお前。あ、来ました、チャンス。ちょっとそこは、今季の2打席目にしていきなり得点圏。チャンス G 持ちやねん。もう使うなそんな場面で。何を考えとんのや、ちょっと待って。ベンチにもっと他に野手おるやろ、これ。見ていくと、ほら、おる、清田までおるで。こっち使えや。なんか問題発覚したんか。じゃあ、ベンチに入れんなっちゃう話だけどね。角中とかもいるんで、絶対こっちの方がいいんですけど、ただ選んだのは、選ばれたのは、鳥谷でした。じゃあ、チャンス G 持ちながら、なんとか結果残してみようよ。これはもう、強振じゃないと打てないな。ミートがちっちゃすぎて。普通のミート打ちだと前に飛ばんわ。強振で芯に当てに行って前に飛ばす。当たらないんだけどね。こういう場面で凡退すると監督の評価というのはものすごい下がりやすくなる。でその後守備についたので、どうやらまだ打席展開次第では来そうですよ。おお、また来た。
結構来るね。まあ遊撃手ってやっぱ一番機会が多いポジションなんで、内野手では。おお、井の上結果アウトやけど、いや最初にポロるのは鳥谷かなと思ってたんだけどね、その守備をやる際は。おお、でまた飛んできた。ギータの打球マジで速いよく取れてるよ。近くに飛んできてるからだろうね。ちょっとでも横にずれたらあれ全部抜けんで。ああ、で9回表打席なく。これ9回裏に得点が入っちゃうとサヨナラで開幕カードの負け越しが決まって、鳥谷もね1安打も打てず終わるんで、やっぱりもう1打席迎えていい場面で打って、なんかチームの勝利に貢献したいよね。アピールしたいね、こちらとしては。でも最後まで鳥谷使うんやね、遊撃手でそれが定着しとるてっきりなんかレアードの守備固めかなと思ってたんだけどね、起用されるのであれば。最後まで遊撃しか、これ。あ、それなら二塁とかも守れるんで、二塁につくこともあるのかなと思ったけど、なさそうやね。良くないよこの環境は。なんでお前守ってんだよわかんねえ。あ、来ました第2打席目。ノーアウトランナー一塁で、10回でしょ。このシチュエーションを考えたら何をやるべきなのか、答えはただ一つでしょ、うん、これはね、やっぱベテランという立場からわきまえて、うん、確実に。え、もうこれはね、やっぱりね、これが1点につながって、そしてこれが勝利につながるのであれば最高のバントですから。お、最後ウイニングボール鳥谷がつかめそうやね。どこや、ここやフライの落下地点わかんねえよ。いやでも鳥谷のバントから得点からの最後のね守備、鳥谷でっていうことになったので、いいアピールできたんじゃないですか。今日は間違いなく監督の評価が上がるでしょう。ヒットこそは打てなかったけどね。鳥谷7回のチャンス打ってほしかったんだから。まあ確かにそういうこともありましたね。いやでも10回の犠打は良かったんだがな。なんやねん、だがな、だがなの連続で。だが、まただが出た。お前ならもっとやれるはずだ。もう少し気合を入れてくれよ。あー、どうやら監督の評価は下がるんじゃないか。あ、やっぱり下がりましたね。2試合に出場して2試合評価下げるというね。え、鳥谷さん、よかったら飯でも行きませんか。突然登場がお、行く行こう。そういう気分じゃあんまないけど、やっぱり勝った後の飯は最高っすね。登場に飯をおごった、あざーす。うわ、腹立つわ。なんだろうねこの感じね。確実飯だけ食いに来たパターンでしょ。いや、ベテランっていうのはね、ある意味こういう感じで扱われたりするんですよ。飯用意というか、金だけ出せと。なんか今悲しい気持ちになったね。これで今回プレイ予定の開幕カードは終了しました。結果一度もスタメンで出られず、途中出場の中ヒットも打つことはできずで、いいアピールはできなかった。2試合連続監督の評価下げてるんでね。それが数試合続けば早くも2軍行きあるよ。そうなったら、オーナーが、こいつやっぱ使えねえわ、もうクビにしようぜって、シーズン途中に見切られる、異例のパターンがあるかもしれないね。次回動画はまたここから再開して日程を進めていく予定だ。その中、早く鳥谷隆のロッテ初安打を打てるように、そしてそれが一体どんな安打なのか、また次回の動画注目して見ていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。グググググッバイ、また会おう。